皆さんこんにちは。白糸の滝に行きました。今日の最終ポイントですね。はい、これが白糸の滝のですね、上部なんですよ。ここから一気に滝が落ちていくんですね。で、今白糸の滝の近道の駐車場に停めました。300円駐車場で、でですね、それではですね、今から展望台の方に行っていきたいと思います。白糸の滝、本当は朝がいいんですけど、朝だとですね、なかなか谷の奥まで日が当たらないから、紅葉とかの色がうまく出ないんですね。なのでこの時間にわざと来ました。今午前11時過ぎです。まず先ほどの崖の下ですね、おびん水と言いまして、源頼朝が頭を整えたというふうなところです。では白糸の滝ですね、探訪していきましょう。皆さん撮ってらっしゃいますね、いい感じです。ちょうど紅葉もちょっと割り際でしょうか。水が出てる、見えますかね。水、取りたいですね。じゃあ、行きます。Okay.